はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、こちらですね、アベンジャーズのエンドゲーム、こちら2つで、ご依頼者マサさん、はい、前回スケッチでしたよね。はい、まあリベンジってわけじゃないですけど、はい、店長はリベンジと思って頑張ります。はい、よいしょ。はい、じゃあね、とりあえず全部開けてからカードチェックです。まあ一時のね勢いっていうか、まあ一時の勢いがやばかったですけどね。はい、まあ、100ケースが一瞬ですからね。それからもう毎週のように入ってきてはなくなってをこうずっとこうね繰り返してね、本当ありがとうございました皆さん。よいしょ、はい、じゃあいきます。はい、前回の分はもう届いてますよね、多分ね。まあ、同じように、インサートと、レギュラーと。ん？あ、プレート？はい、キャプマーのプレートが来ました。ワンワンですね。25番。これ、生きてる？みたいな。ね、仲間なんでしたっけ、これね。そこは見ました。さあとりあえずプレートが出ましたね。プレート出るとどうだったかな。指パッチンハイナンバープレートで終わる場合もございますね。まあ、またプレートが入っててサインが出る場合もあります。もう全くそれは運ですね。あー、ないか、プレートだけか。プレート出ちゃうとね、なんかヒットの可能性も高いんですよ。よいしょ、はい、プレート出てしまいました。で、200個目ですね。まあオッズ的に言ったら全然サインとかスケッチカードより出にくい方ですからね。店長も多分パーソナルで2回、3回目ぐらいかな、これで。それぐらいちょっとまあレアなもんなんですよ。普通のその封入からいくと、オッズからいくと。さあ、2箱目ですね。まあ、シャドーボックスと、ワンショットじゃないんですけど、プレートか。まあ、よいしょ。欲しい方はね、結構 eBay とか見ると結構いるんですけどね。まあ、サインもそっか、キャプマーのサインだと、ですもんね。はい、じゃあいきまーす。まだないですね。これインサートですね。ああ、シャドーボックスか。ああ、でもそうですね、あのグーグーここっていう直前のそうですね、17番。これはオッズは番号によって結局なかったんですかね。結構見る見ないはありますけどね。ああ、ワンオーバーもなかったっす。はい、ということで、シャドーボックスとプレートでしたね。プレートか。まあ、出にくさで言ったら出にくいんですけどね。よいしょ。
はい、ということで2箱パーソナルでした。はい、またチャレンジしてください。ありがとうございました。